うございます。今日は久々に休みが取れたので、グリッドポイントっていうキャンプイベントがあって、まあ、それに参加したいと思います。で、まあ、今から富士まで行くんですけど、まあ、富士山の麓で、アメ車とか、まあ、ランクルとか、まあ、その車関係の人たちで集まって、まあ、キャンプをするということなので、今から行っていきたいと思います。富士山見えてきたやん。富士山見えたね。めっちゃ綺麗じゃん。こんな雪積もってんだ。だいぶなんかソフトクリームみたいになってんじゃん。やば。今日はめっちゃ天気いいからいいね。そうだね。冬キャンだからさ、焚き火したいね。そうだね、焚き火して薪もいっぱい持ってきたしね。一回富士でさ、テント泊したじゃん俺たち。はい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 。まあ、夜中にあの結露でさ、もうポッタンポッタンなって全然寝れんかったもんね。寝袋濡れとったもんね。そうそう、びっちゃびちゃになっちゃってさ。いいね。今回車中泊だからそういうのはないから、うん、それはいいよね。いや、エコのいいね。ね、結構車もやっぱ調子いいし。そうだね。この間はロケで、この間もこの辺来たじゃん。そうだね。このぐらいの距離だったら全然余裕だしさ。全然余裕。まあ、遠いと、桧原湖まで行ってますからね。あれ1400キロぐらいあったっけ、往復で。あれやばかったね。でも全然壊れずに。全然大丈夫。ノートラブルだったね。うん、今日もね、ここ120キロ規制じゃん。うん、120キロぐらいでさっきまで走ってたよね。あ、本当？そうそうそう。早いね。今はね、100キロぐらい、ちょうど。あ、そうなんだ。うん、でも全然調子もいいし、うん、めちゃめちゃ快適です。車に不安があるとね、なかなか旅も辛いものになっちゃうから。不安ってだけで辛いもんね。そう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 。大丈夫かなと思って。まあ、でも前回のさ、あ、これ YouTube とかで上げてないかな、夏のロケ行った時にさ、エコのさタイヤバーストしてさ、俺高速で大変なことになったじゃん。あの教訓を踏まえてね、スペアタイヤ積んできたからさ。あ、そうかそうか。万が一何かあっても一応タイヤ1本まではね大丈夫ですから。交換できる。できる。まあ、ちょっと気をつけて、まあ、ゆっくり安全運転で。はい。まず巻き下ろして、そうだね、テント立てましょう。そうだね。かっこよ。ちょっともっとでかいだろ。おいして。兄弟。これプレゼント用の箱で空飛びで作ったんで。いいじゃん。これ関西川？関西川です。いいじゃん。関西川のあのトポマップ。ちょっとシールが曲がってるけどいいじゃん。ちょっと曲がってますねこれ。手作り感。これでもギフトにいいよね。ありがとうございます。いいやんけ。言われないと分かんないですもん、関西川のこのマップっていうのは。うん。よく気づきましたね。それはすごいプロの釣り人ですよ。だいたい投稿線見ればわかるよどこ。ですか。そりゃそうですよ。さすがオーバーランドスタイルですね。そりゃそうですよ。ここにガーミン入ってますから。これがグリッドポイントや。でも嬉しい、マジで。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。これで俺もライズできそうだな。本当に使ってくれる？これちょっと音声なくなっちゃうかもしれない。いつも俺の時音声ねえ。シューって。あれもちゃんと見て。
おお。ロトも入ってるんですか。そりゃそうだよ。だってすぐ釣れる、釣り行けるじゃん。でもこれは本当にめちゃくちゃ使ってるわ。マジで。ありがとうございます。最高。作ったんすか全部。そう。なんかビルダーに頼むっていう方法ももちろんあるけど、俺は自分で友達と設計して、その材料とかも全部自分で集めて、でこの家具屋に頼んで。へー、すごいっすね。うん。最高やない？このスタイルはどういうスタイルなんですか？これはコブラスタイル。違う。いやいいっすけど。これはオーバーランドじゃないですか。オーバーランドスタイル。これが噂の。これが噂のコブラスタイルか。今地元を探してる。おお。これが。これがコブラスタイル。コブラクッキング。コブラクッキングですか。これどんなやつなんですか。アメリカだよ。自分たちアメリカにいたでしょ。ヒロさんの車だ。そう。ああ、本当だ、ヒロさんの車。すごっ。超好き。55% じゃない。これ俺の。スポーツモービルって普通のエコのラインとは違うんですか。違いますね。コンバージョンメーカーです。コンバージョンメーカー。改造メーカー。あ、じゃあエコのラインを改造してるメーカー。そうです。そうです。ちなみにどんなところ。あの特徴的なのは屋根ですね。ポップアップ。この3台がそうです。へえ、本当みんな同じですね。本当だ。本当だ。日本で3台揃うと。かなり珍しいんですか。日本だと珍しいですね。へえ。というかエコのライン自体が高いそうでね。あ、そうなんですか。なるほど。じゃあ僕らも一応そこに入ってる。じゃあ古いやつなんか全く出てこない。あ、そうなんですか。へえ。全然出てこないですね。いや、僕らラッキーだったんですね。本当ですよ。大臣のあんだからね。ね、本当だよね。なんかもう本当鉄くずみたいなやつでも結構しますからね。あ、そうですか。いや、車を今取らせてもらってて。できたばっかです。一昨日納車になりました。おお。どの部分を変えたんですか今回は。これ内装ですね。多分今ジェストさんとこの後ろにあるジェストと。同じスポーツモービル。中身がちょっと違う。で内装を全部ゼロから作り替える。へえ。机を作ったりとかってことですか。そう、この長い2メーター以上ある天板と、うん、ここにはソファーベッド。あ、これベッドなんですか。でこのままカチャってやるとベッドだ。金庫のような犬小屋がついて。でベッドはこうやってやって、よいしょ、こうするとベッドです。このまま。すごいね。じゃあこれ家みたいですね。うん、そうだね。でサブバッテリーがついてたり、はい、ヒーターがついてたりするんでエンジン効いてでも電源とかヒーターも出ます。へえ。じゃあ全然寒くないですか。昨日はロンティ1枚で寝ました。うわマジですか。マイナス 3,4 度ですけどロンティ1枚で。これ上でも寝れるんですか。そう、僕が上で寝て、はい、まあ、奥さんが下で寝て。へえ。室内別居してるんで。で上でこうなベッドを下ろせば2人、下で2人寝る。へえ。わ、すごい。すげえな。今ちょうどベッドを上げちゃってるんで。でこの天井についてるのがそうですか。そう、天井についてるのがベッドの。え、これがここまで来る。そう、天井部分は電動で降ります。これずっとリモコンで。へえ。電動で降りて。え、それがスポーツモービルなんですか。そう、スポーツモービル。へえ、すごい。めちゃくちゃすごいっすね。あれなんか昨日プロジェクターかなんか。あ、ここにあの映画を映して上に。あ、ここに映したの。そう、そこに映して映画見れる。なるほど。まあまた夜ちょっと撮りしてください。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ポテト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 。デリバリーですか。デリバリー。されてるよね。やばい。やばいな。ラジコンでデリバリーしてるとは。すごい数だね、この。全部共産党買ってくれた。そうだね。だいぶビビンゴかなんか。そう、ビンゴ大会か、景品を配るんだよね、皆さんに。そう。これは僕らも使っているタイヤテープ。あ、本当だ。
これはあれだね、どれかロブスノーさん、うん、焚き火台これめっちゃ綺麗だもんね、すごい綺麗で超人気のやつだよね。おゴールゼロも出てる、おおバッテリーもすごやばいね、やばいね、ここここはダッチ、ダッチ村ですね、ダッチ村同じような感じで揃えてる本当だ、めっちゃかっこいいじゃん、外国やん、とんでもないよこれ、砂漠とか走っちゃうんじゃない、うん、どこでも行けそうだもんね、ね、すごい煙突もついてるし、あ、ちゃんと無線ついてんだ、これも、あ、本当だ、皆さん釣りするからさ、確かにこれロッドホルダーなんだよね、うわやばこれオリジナル、おお、やばいじゃん、ね、めっちゃかっこいいじゃん、トラック、これ俺乗ってたやつやん、あれこれ一緒、一緒だよ、マツダプロシード、マツダプロシード、懐かしい懐かしいね、俺日本に帰ってきて一番初めに買った車、めちゃくちゃかっこいいじゃん、もう三河ナンバーだ、よし我々の車に戻ってきましたナンバーわざわざ変えてる、さすがやん、取られるあの準備万端じゃん、オレゴンになってるじゃん、オレゴンリグロの森さんの車、森さんも結構やってるね、ゴリ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 じゃん、またパワーアップしてんじゃん、これってなんかこれみんなつけてんじゃん、みんなつけてるやつ、すごいこんなんだ、これまず新車だってね、お新車で買ったって言ってたよ、めっちゃ綺麗、内装が確か何にもなくて、うん、で自分で板張って内装作ってるんだって、マジでメルセデス、やばいやばいよね、やばい色もやばいもん、めちゃくちゃかっこいいよね、そして奥がスプリンター村、お兄さんお兄さ ん, んこれ僕らの車障害してなかったんじゃない、そういえば、ああ僕らの車、はい、うん、え全然やる気ないなやる気ないなこちらはフォード の, あのクラブワゴンっていう車になります、言えてないからねほとんどヤマハの XT で、もうヴィンテージモトクロス、ヴィンテージのモトクロス、ヤマハの XT ですね、かっこよ、かっこいい、そうですね、これ全部ヴィンテージの、はい、出るのメットも全部ヴィンテージ系です、めっちゃかっこいいですね、かっこよ、へぇマングースのこれ80年の、へぇ、これもかっこいいですね、めっちゃかっこいいですね、いいなかっこいい、かっこいい、そうですね、いいやつあります、マジで、はい355番、多分フランケットね、469番、あ、365番、519番、やった当たりました、519番、ひなばんさんの、おめでとうございます、これガチャッとあのゴールゼロのケツにつけるキャップ、なんかこれさ見て、何かあのスタンドにつけれるような感じかな、そうカメラスタンドに取り付けれたりとか、うん、あとそのままそれマグネットになってるから壁にゴールゼロがパチンとくっつく、こうパチって、そうそう、おめっちゃいいじゃん、めっちゃいいよ、やったゲットしましたお兄ちゃんまだまだです期待してこれ行きます、ちなみにこちらはねポッサンメルノのグローブ、全然ちゃう、全然違う、最高、あ僕はね素手ですめちゃくちゃ寒い手がマジで寒い、だってこれね、ちょっとあんまり寒すぎて、もうこれバロックラはあのつけてるもんね俺自分のアルミのそのボックスさ、はい、何が入ってんだこれ、はい、大したもの入ってないんだけどさあ、そうなの、そうだよ、まな板、おお料理しないと簡単な、あとほんとね、あの適当ライトとか、あはい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 、ライト類か、
これどことないと。これはポスト。ポストジェネラル。ポストジェネラル。あとこういう吊るすやつ。ああ、それ。これめっちゃいいやんね。これなんかね、あれないわ。リモコンがついてて、はいはいはい、リモコンでなんかあのオンオフできるし、明るさも調節できるし。あと、あゴールゼロどっか行ったな。ゴールゼロとかもあったんだね。あとだ。それ最強だよね。さっきさ、これゲットしたから。そうか、イナマウスの。え、こういうことでしょ。そういうこと、そういうこと。あれ、これどうやってつけるの。わっ、やったかっこいい。かっこよ。え、アルミつかないか。つかないよ。とんでもないとこ間違えたな。おー、いいね。こういうことね。そういうこと、そういうこと。やった、めっちゃいいじゃん。俺もそれ欲しかったな。やったっていうのが入ってたり、あ、ちなみにこれね、フィッシュ&キャンプっていうね、新宿にもらった。新宿にもらった。やってる。さすが。俺も歯ブラシセットそれ入れてる。あ、そう。で、ヘッドライトでしょ。あとは、あ、これもね、ライター。ネイタルデザイン。あ、ネイタルのライターとか、なんか適当に入ってて、ブランケットとこれ。あ、いいね。あとちゃんとクッカーとかさ。あ、そういう、これソロセット的な感じ。そうそう、ソロセット的な感じ。適当に入れてきて。あ、そうか、俺のやつより1個小さいもんね。うん。で、ちょっとステッカー貼って、ボーズマンのステッカーと。あ、めっちゃいいじゃん。ヘンリー・スフォーク・アングラーズでしょ。はいはいはい。フィッシュポンド。いいね、ステッカーガスタムするといいね。いいよね、ちょっと剥がれてるけど。寄せ見てのステッカー。かっこいい、かっこいい。これはキャノンビーチの。どうで？オッケーオッケー。一切使わんと思うよ。マジっすか？オッケーオッケーオッケー。僕、あんま見てない。あ、ありがとうございます。でもさ、あれ？おお、あれ？グッパー、あれ？グッパーしたんじゃない？グッパー、いやいや、グッパーしてないっす。よどたけ？え？よどたけが出るから。よなやなら。うまい。でもさ、マジうまいよね、普通に。ありがとうございます。グイグイ。うわぁ、うおー、やっぱこれやばくない？大丈夫？焦げてない？焦げてる。うまそう。もう食べれる？もういけるっしょ。うわぁ、ほら、うわ、肉汁が、やっぱ肉汁。熱くない？熱くない、全然。ちょっと、うん、うまい。久々の休みだね、なんか。トラウトビール逆だからね、ラベル。お兄さん。リサライズ見習わなきゃね。リサライズ見習わなきゃね。俺スタイル。いや、逆だ、逆、逆。お兄さん。こっち？そっちで、そっち。うまいわ。うまい？合う？ビールと合う。マジか。やっぱね、アメリカの匂いする。マジ？何？アメリカの匂いします。スーパードレイじゃん。違う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 。いいですね。すごい。映像もあって。外人っぽいでしょ。外人っぽい。外人っぽい。ほぼ海外ですね。おい、どうしたもん。どうしたか。はい。杉坂が来たもん。おお、めっちゃいい感じ。これはよし。そうさ、はい、こう。カメラマンの 6D さんの車に。撮られる方は大丈夫ですか？いや、全然、あの、
大丈夫です。撮ってるもんね、自分で。あ、いつもは撮る側なんですけど、今日は。ありがとうございます。ほぼ僕の車で。小屋すぎだよね。一回現場で壊れて。マジで壊れた。うん、そうっすね。壊れました。帰れなくなっちゃって。とりあえず、現場の近くだけは、あ、大丈夫ですって去ってって、100メーターぐらいのコンビニで。レッカーポーッと。そういうことで。やばいね。やばい。みんな、いろんなスタイルがあってすごいね。そうだね。今どん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 車が抜けてってみんな帰っていく感じだね。いやでも面白かったね。いや楽しかったね。なんかまあいつも会ってる人もいればさ、うん、まあ、久々に会う人もいたりね。うん。で新しく会った人もいるし。そうだね。今回なんだっけ、ケンユウさん。ああ、ケンユウさん。ケンユウさんも会えたし。そうだね、初めて。オーバーランドジャパンのボスだよね。うん、ボス。すごいね。いい人だったね。めちゃくちゃいい人だった。またなんか来年もあるみたいだから、また参加したいね。そうだね。おすごい。めっちゃすげえな。あれ、ツバル軍団だね。やべ、超かっこいいわ。よし、じゃあ俺はもう片付けて帰りますか。そうだね、帰ろっか。じゃあご視聴ありがとうございました。